今馬体を収めて係員が離れますスタートしましたカルチャーデイが遅れましたさあ先行争いまずは17番ピューロマジックポーンと飛び出して2バシン馬バシンハントリードを広げます13番ペアポルックスが2番手14番7尾ナナ3番手内から6番のオーキッドロマンス7番ジョーローリット行為を形成その後ろから15番のクリス・アーサーが上がって8番モツトキ12番シカゴスティングがいってその後ろに10番エトブ・ブプレ中段 内からは2番のモンシュマンさらに16番エリカ・カリーナ上がっていって11番のエポック・ヴィーナス1番、ナムラ・アトム外には5番のアスクーワンタイムがいきますあとは3馬身9番、がバイキングそこから3番、ガロンヌ内4番のニコラウス3馬身差最高峰18番、カルチャー・デイ第4コーナーのカーブ17番ピューロ・マジック戦闘そこから13番のペアポルックスが差を詰めて400を通過2頭並んで直線へその後ろ14番のナナオが3番手さらには 内に入っては6番のオーキッド・ロマンスその内からトブプレーさらにバグンド・ソカら12番のシカゴ・スティングとオースト5番のアスクワンタイム間から1番ナムラ・アトムあと 150m17 番ピューロマジック戦闘、13番のペアポルックス2番手それに14番・ナナオが迫ってきたピューロマジックゴールイン2番手は2頭接戦13番ペアポルックスと14番のナナオ勝ったのは17番ピューロマジック